腕が上がってる。前に竜の谷みたい。あの谷と違って海水が熱せられて噴き出しているようね。温泉に入ってさっぱり汗を流すことはできそうもないわ。溶けた岩が流れているのね。気をつけなさい。その灼熱の川に落ちたら聖騎士の防御の影をもってしてもひとたまりもないわ。うん、足を踏み外さないように気をつけるよ。石化させる魔物がいる。ねえ、いいです。この人たち元に戻さないか。
生きたまま石化されたのなら、呪いをかけた魔物を倒せば元に戻ると思う。ここに来るまでゲイザーは見かけなかったわ。石化の名前どこかに潜んでるのかな。この橋を渡れば城までたどり着けそうだわ。石化の魔物気になるけれど、前に戦ったゴーレムたち、体が金属でできているね。さすがに金属相手では武器が弾き返されてしまうわ。だけどそれが何だっていうの。こんなゴーレムごとき、ここまで来たあなたにとって敵ではないはずよ。うん、私だって強くなってるってところを見せてあげるよ。
あの魔物たち、ゴーレムになったあなたを敵として認識しているようね。コアのクリスタルは魔力で強化しておいたから、あの魔物たち程度の攻撃で壊れることはないわ。でもダメージを受けすぎるとひるんでしまうから気をつけなさい。分かったよ。これだけ大きさに差があると少しかわいそうな気がするけど、アークリッチの手下なんてみんな蹴散らしてあげるよ。魔物が寄ってきたの。イーリス、私の体の周りに魔物がいるの。戻るよ。自分で胸の宝石を壊せばいいんだよね。大丈夫、この程度の敵なら私でも時間稼ぎくらいできるわ。いいから早く縄文を壊しなさい。
ないと周りに魔物がどれだけいるかわからないし、早く縄文を壊して私の体に戻ろう。ゴーレムのコアに力を使いすぎたかもしれない。魔力が尽きるまであと半分ってところかしら。縄文を壊すまで持たせてみせるわ。させはしない。ブローチの加護が弱まっている。精神が離れたところにあるから聖騎士の力が引き出されないのね。魔物の波動が縄文が壊れた。イーリス、今戻るよ。胸の宝石を壊せばいいんだよね。ええ、コアは頑丈に強化されているから何か硬いものを使って叩き割った方がいいと思うわ。